ュニアアスリートのためのトレーニング、片足バランススクワットアレンジ編。片足での筋力バランス能力を高めよう。21バウンディング。片足で前方に大きくジャンプして、反対側の足で着地踏み切りを交互に繰り返していきます。地面に足がつく時間はできるだけ短くなるようにしましょう。10メートルから15メートルの距離で2セットから3セットを行います。22ラテラルジャンプ。外側の足で強くキックしながら大きく横に移動します。左右交互にリズムよくジャンプを繰り返します。体の軸を意識しながら行いましょう。10回から20回を2セットから3セットを行います。23ステップアップ。台の上に片足を乗せた状態から階段を上るようにしながら、反対側の膝を引き上げていき、台上で片足立ちになります。そこからゆっくりと元の位置に戻っていきます。体が左右にぶれないように注意しましょう。左右それぞれ5回から10回を2セットから3セットを行います。24片足ホップ。両手を腰に当てた状態から片足を前側に浮かせたまま、片足で軽いホップを繰り返していきます。できるだけ踏み切りと着地が同じ場所になるようにしましょう。左右それぞれ10回から20回を2セットから3セットを行います。競技に合わせてプログラムモデルにチャレンジしてみよう。